今日はスペシャルゲストとして2人の方に来ていただきました。女子会ですね。紹介すると、はい、ベンチプレス日本記録保持者の福島千里さんです。で、こちらは、ウェイトリフティングのオリンピック出場経験を持つ松本奈美香選手です。今日はこの2人のスペシャルゲストに、来ていただいて、で実際にデモンストレーションとか重量上げるところとかもいただきながらやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。女子会ですね。女子会で、今日やる内容なんですけど、クリーン&ジャークの内容を行いたいと思います、はい。で、前回クリーン&ジャークやった時に、膝の上から、ハングのポジションからクリーン&ジャークっていうのをやったと思うんですけど、今日は、クリーン&ジャークを床に置いた状態からできるように練習をしていきましょう。では早速始めていきましょう、はい。最初ウォームアップされてプッシュプレスを練習をやりましょう、はい。ワンクリーン、ワンスクワット、これを2回繰り返した後にプッシュプレスを2回行っていきます。早速なんですが、お手本をお願いしてもよろしいですか。ナチコが得意なんですか。キャッチした足幅でそのままスクワット入られたと思うんですね。こうスクワットの足幅でしっかりキャッチを最初から行うっていうのが、こうスムーズにクリーンを行うためには大丈夫だと思うので、そこを意識してはい、よし。で、バーベルを上げてください。で、キャッチしたら座ります。座ります。で、立ち上がって一度下ろしましょう。もう一回同じ流れしたら、なんか置かなくなっちゃった。大丈夫です。で、そのまま1回スクワット座って立ち上がってきたら2回プッシュプレスです。はい、で、もう1回いきます。はい、2回目 OKOK です。そしたら今の内容で次直すポイント、気をつけるポイントとしては、まあクリーンのこうバーベルがこう前からこうちょっと反ってくる、こう当たってる感じからして、バーベルはこういう風に動いてるんですよ。それは肘を中心にバーベルがこういう風にそうですね、動いてるんで、バーベル引き上げてバーベルを中心にして肘を返す、はい、っていう動作が大事になってくるので、そこを意識してみてください、はい。そこだけちょっと気をつけてみてください。こうやって引いてきた時に蹴ってこう置いてこうね。そうです、はい。で、これバーベルを高く引きすぎると体から離れやすくなる、こう来やすいです。なので、どこか水落ちぐらいまで引く感覚で大丈夫です。水落ちぐらいまで引いて、肘を。そうか、自分が。そうです、そうです。では、先ほど紹介させていただいた福島さんに、次はやっていただきましょう。はい、バッチリです。大丈夫ですか。はい。で、次意識するポイントの一つ目は返します、はい。で、フロントスクワットして立ち上がってきました。で、今クリーンを最初に2本やってます、はい。2本やった後にプッシュプレスを2本やってると思うんですよ、はい。これもウェイトリフティングの一つの技術なんですけど、2回クリーンを行うときに1回ここからバーベルを下ろさないといけないんですよ。で、今15キロのバーベルはこうなんとなく腕だけで押せると思うんですけど、実際に重くなってきたら
にどうやってこれを上から下に下ろしたらいいのかっていうのも一つの技術なんですね。でそのセットダウン、上からこう足使って下ろしましょうとか やりましたよね、はい、これをクリーンでも同じことやります。でこのセットダウンに関しては膝下からクリーンしました。で座って立ち上がってきたらここから下ろすんですけど、慣れてきたらこのままポンって足を閉じると同時に下ろせるんですけど、今日は1回目なので、はい、ちょっと丁寧にいきましょう。立ち上がってきたら足幅を一度戻していただいて、はい、ここからディップの動作、ディップ、肘を後ろに返し始めて伸び上がって迎えに行ってまたキャッチする。そうです。これを早くやると1、2という形で、これを加えてやっていきましょう。はい、はい、クリーンは肘返すところまで意識しましょう。1、返したら座ります。で立ち上がってきたら足幅を戻します。1、戻したらディップいきますよ。1、肘後ろに返しながら、そうです、キャッチ。 OK、 もう一回いきましょう。はい、膝下で構えて、はい、いきます。2本クリーン、はい、いったら返す、ナイスです。でスクワットそのままいきます。で立ち上がってきたらプッシュプレスいきますよ。1、はい、戻します。はい、もう一回いきます、はい、2、 OK、 いいですね。次はプッシュプレスを終えた後、押した後も同じ流れでセットダウン動作になります。はい、で体の使い方のイメージも同じです。ちょっと1本ずつだけやります。クリーンします。でスクワットします。でプッシュプレスします。したらこの後下ろすときに今腕だけで下ろされてると思うんですけど、これも1、腕を曲げ始めると同時に迎えに行ってキャッチ。そうです。ここから1、2っていう風に下ろしていきます。なのでじゃあいきましょう。膝下からで近くで返す、はい、座ります。はい、立ち上がってきたら足戻して、ディップドライブで、下ろします。そうです。で、膝下に落とします。そうか。はい。はい、2回目落とします。はい。はい、座って、立ち上がってきたらプッシュプレスいきましょう。1、そしたらそこから、いきますよ。1、2、そうです。もう一回いきましょう。2、はい、いきますよ。1、2、でそこからも1、2、そうです。 OK、まあ、こういう風に下ろすときにこういう体の使い方をしてバーベル上から下ろすっていうことをある程度こう最初から覚え込ませていくと、重量上がっても2回目とかにこう例えば2本いきましょうってなった時とかにその楽に2本目に入れる。この後行うのは実際に床からクリーンハンドジャグに入りたいと思います。まず上までバーベルを引き上げていただいたら、ここから上半身だけグーッと下ろしていくとまたルーマニアンデッドリフトみたいな形になっちゃうので、はい、今の膝下のフォームですよ、形、これは全く同じです。ここから股関節の位置がしっかりとグーッとこう下がるように、そうですね、はい、デッドリフトをまず下ろしていきましょう、はい、で床まで、まあ、床というか実際にこれはバーベルだけなので、このすねの真ん中あたりですね、はい、までバーベルを下ろしたら、ここからゆっくり引き上げます。で、これスナッチと同じような感じですね、はい、膝すぎたらちょっと加速してクリーン、そうです。
対です。で次はハイクリーンしてからフロントスクワットではなくて、クリーンしたらそのままそうです、スムーズに座るように意識してみましょう。はい、でこれも2回クリーンします。でその後にジャーク2回します。なので先ほどの流れと同じようなものです。なので1回クリーンしたらセットダウンになります。でまた戻していって2回目クリーン、そしたらここから戻し方も流れとしては先ほどの流れと同じです。はい、まず膝下の形を確認したら、そうです、そこから関節じゃあ下がるように、あ、いい感じの構えです。ただそこから目線もちょっとよく見ましょう。はい、でゆっくり膝上まで引いてきて、そこから加速してクリーンします。でそのまま座ります。あ、そうだった。はい、立ち上がってます、はい、で、1、2で下ろします。1、2、はい、でもう1回下ろしますよ。そのまま股関節を下ろしていく。でゆっくり引き始めて、膝過ぎたらそこから加速してクリーン。でそのまま座る。で立ち上がってきたら構え直します。そうです、そうです、構え直して、ここからスプリットジャンプいきます。はい、でいきます。ドンドン、どれだけ。で前足から座る。1、2、でセットダウンです。1、2、もう一回いきます。はぁ、考えることいっぱい。でここからドンドンで前後ろ、1、2、あー全然スムーズじゃないだんだんでも、もう流れは先ほどのメニューの、なんで一番最初よりもスムーズになってる、なってます。はい、形を確認して1本、そして1回、2、立ち上がってきたら構え直してスピードジャック
クリーン&ジャークの流れで2回行ってみましょう。はい、バーベルを1本目は下から引いてデッドリフト確認します。これ同じです。形確認してここからクリーンをまず1回行くんですけど、この時にもう止まらずに、そうです、スムーズにそのままクリーンに入りましょう。で立ち上がってきたらもうしっかり構え直してください。でジャークいきます。1、2、セットダウンで下ろしたら、ここからもう1回下ろします。でそのまま下に下ろして2本目いきましょう。立ち上がってきたらセットし直してジャークで下ろして終わりです。はい、はい、こうやったらもうすぐ座るね。そうです。はい、はい、よく確認します。膝すぎたら股関節を下ろす。で膝すぎてくるまで引いてきたら、そこからはいドン、そのまま座る。 OK で構え、そうです、そうです、セットし直してジャンプします。ドン、前後ろ OK で、そこから落とします。 OK ナイスです。もう一本いきますよ。はい、まずですね、そうです。で引いてきたら、はい、ナイス、そうです。はい、じゃあジャックもらいますよ。はい、1、2、セットダウンで下ろす。はい、そこから OK、 ナイスです。いいです。ここから実際ドロップで、はい、ワンクリーン、ワンジャーグ、まあ、クリーン&ジャーグとして、はい、あの1本だけやっていきましょう。上からドロップしてください。はい、はい、おお、重さを感じさせない。そうですよね、やっぱりその重量が上がってもその軽い時にその確認しているフォームっていうことをいかにこう継続できるかっていうことが大事なんですね。はい、ナイスです。ナイスです、素晴らしい。はい、お二人ともすごい綺麗にやっていきそうで、サインさんも次は同じようにフロアから行きたいと思います。次はデッドリフトを一回引くっていう動作をなくして、実際にこう置いてあるバーベルを構えて、そこからクリーン&ジャークに行きたいと思います。上から下ろしてきた時の感覚をイメージして、お、いい、待って、こんな感じ、お、いい構えです。でそこからで、はい、で立ち上がる、はい、前、後ろ、1、2、4、2、 OK です。おお、なんとなくやっちゃいました、ね、いや、大丈夫です、できました。重さを感じないですね。私が感じてます。おお。やっぱり。そうですね。いや、軽いですね。すごい。お二人とも全然こう重量感が変わらないのでね、はい。素晴らしいです。うん、じゃあ、サイさんラスト。よし、はい、ラスト、今日のクリーン&ジャークの締めを。はい、スナッチと同様下からできたと思う、はい、なので、一応これでスナッチとクリーン&ジャークどちらとも床からできるようになりました。
はい、はい、でデッドリフトも同時にこう下からできるようになっていますので、一応、まあ、こうベースの部分、一番最初にこう整えていかないといけないベースっていうのはこれでコアになります、はい。でまあ、ここから実際にこうどういうふうにこう例えばスタート姿勢を構えた方がいいのかとか、そういう細かい部分がもっと出てくると思うんですけど、今までこう練習したこうスナッチとクリーンアンドジャークという流れをよりこうもっともっとスムーズになるように練習をしていきます。はい、はい、でイメージとしてはそれをスムーズにしていくための課題っていうものを次 の, その練習メニューにこう起こしていくっていうのが次のステップになるので、はい、でもこういうフォーム練習は忘れずに、はい、継続してやっていただきたいと思いますので、はいはい、お願いします。はい、はい、じゃあ、ちょっと女子モークというか、まあ、そのストレングスの練習として最後せっかくできるようになったデッドリフトがあるので、はい、クリーングリップのデッドリフトを引いて終わりにしたいと思うので、ちょっと重量を上げていきましょう。はい、そしたら重量ちょっと上がりました。35キロの重さがついています。で、まあ、クリーングリップのデッドリフトは先ほどはまあクリーン&ジャークということで、まあ、クリーンの方に乗せる動作だったと思うんですが、はい、実際に上まで乗せるんではなくて下からもうここからバーベル浮かすぞっていうところまで引き上げてくる動作で、これを繰り返していきます。はい、で回数は5回いきましょう。はい、でその中で、デッドリフトのスタート姿勢だったりとかバーベルを引いてくるポーズ、体の使い方、どういう風にこう引いてるかなっていうことをこう自分のこう動きをよりこうイメージしながら、はい、あの5回引き上げていただければと思うので、はい、やってみましょう。1、いいですよ。ちょっと今膝過ぎる前に上半身こう起き上がり始めちゃったので、もうちょっと我慢してもらいましょう。なるほど、はい、引いてきて、そうです、膝過ぎたら、はい、押します。2、はい、戻します。3、膝過ぎたら股関節を落とす、ナイスです。はい、グー引いてきて、4、今の引き方が一番いいですよ。はい、はい、下げます。はい、5、 OK です、いいですね。今最初の前半の1本目から、はい、3本目ぐらいまでは割とこうちょっと引き方が不安定だったんですね。要はその上半身が早く落ちすぎちゃったりとか、あるいはこう上から下ろしてくるときに上半身だけで下ろしてしまったりとかっていう動きがあったんですけど、最後の4本目と5本目に関してはすごくいいデッドリフトができたと思います。でこの時のポイントとしては上から綺麗に下ろすっていうのが今のヨガとデッドリフトの、まあ、共通点です。なので、さっきのクリーン&ジャークの時に確認した膝過ぎたら股関節を落としてっていうことを意識すると、じゃあそれを引き上げてくる時も同じようなこう動作、では巻き戻しです、それをイメージしやすいと思うので、上からの動作っていうのを特にこう意識してみると下からの動作を確認することができると思いますので、次のセットもそこを意識してやってみましょう。はい、はい、
まあ、内容としては一番最初にお伝えしたクリーン&ジャーク、これをまあ下からできるようになりましょう。で、それと同時にデッドリフトです。クリーングリップのデッドリフトをフロアからできるようになりましょうっていう2つの目標も達成できたので、はい、今日もやるべき内容はしっかりできたんです。本当にやっぱりこう一緒にね、森さんもこう同じ、特に今日は女性の、ね、方とやる、一緒にすることでよりイメージがまたしやすかったと思うので、はい、ぜひまたこういうイメージを参考にして、はい、ぜひ、はい、どうもお話しして頑張っていきましょう、はい、はい、ということで今日はここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。